健一です。動画のご視聴ありがとうございます。ただいまお手製ハイブリッドに乗ってですね、山陽自動車道に乗っております。今回はですね、まずは赤穂の方に向かっていこうと思います。この間 S63 で赤穂に行ってるんですけども、その時に見つけたお店ですね、天満線というお店を見つけまして、後で家に帰って Google マップとかで調べてみると、牡蠣の加工食品とかが結構美味しいよっていうことが書いてあってですね、評価の高いお店ということで、ちょっと行ってみたいなということで、今日は赤穂の方にですね、向かって走っています。で、赤穂にだけ行って帰ってきても面白くないので、その後にですね、岡山の牛窓の方に行って、そして夏の牛窓の景色が見たいんですよね。去年の秋に S660 に乗って牛窓の方に行ってるんですけども、その時に秋の景色もすごく綺麗だったんですけど、夏の景色も見てみたいなと思って、で、今は8月の末なんで夏の景色っぽくないのと、この天気なので、綺麗な景色が見れるかっていうのは微妙なところではあるんですけども、行ってみようと思います。で、冬のじゃないな、この間は秋の寒い時にジェラートを食べてですね、寒さも言いながら食べてたんですけども、今回はですね、暖かい感じでですね、暖かい感じで分からんな今回も、ジェラートをですね、食べてみようと思います。加古川の方に入ってきました。今回は山陽自動車道を通って一気に赤穂の方に行こうと思います。というのも、ちんたらしててお昼ぐらいになるとですね、人が絶対的に増えてくるっていうのと、もう今でも遅いぐらいなんですけどね、今の時刻が10時30分ぐらいなんですけど、もうさっさとですね、やることを済ませて帰るっていうのもですね、人を避ける最近の旅の心得みたいな感じになってきてますので、さっと行ってさっと帰るっていうことで、今日は高速道路を使っています。お手製ハイブリッドで高速道路を乗ると、楽なんですよね、すごく。今日は休日ということで休日割引が効きますので 30% オフ、やっぱりでかいですよね。そういうのもあって今日は高速道路を利用しております。左車線を走行して辰野西出口方面へ、およそ300メートル先、左折専用レーンがあります。あれ2020円もすんだ。利用料金は2020円です。 IU 近く辰野西インターチェンジで高速道路を降りました。料金がですね、1800円ぐらいかなと事前に調べていた時は思ってたんですけども、2000ちょっとの高速代金がかかりました。ただお金はかかりますけど、高速道路で走るとですね、1時間かからずにここまで来れているので、だいぶ早いなと思います。下道で行った時は2時間くらいかかってたんじゃないかなと思うんですよね。このままここから国道2号線を走って IOE を目指していきます。最近はインターナビを使う機会が減ってですね、 iPhone の標準のマップナビ使って案内してもらうことが多いです。 iPhone のマップナビの方がですね、かなり分かりやすいんですよね。もうこれを使ってからはですね、もう iPhone で十分だなと、そういった感じになってきてます。道の駅付近までやってきました。ここがですね、前に S63 で走った時にここを相生白龍城というふうに呼んでたんですけど、読み方を間違えていまして大変申し訳なかったんですけども、この道の駅の名前はですね、道の駅ペーロン城っていうんですね、相生ペーロン城というそうです。道の駅ペーロン城のところの横断歩道でですね、警察が張っていてですね、3台ぐらい一気に捕まってました。横断歩道を渡るときは歩行者優先ということで仕方がないんですけどもね、これは隠れられたらわからないので、通行の際はご注意ください。そこにですね、天満線があります。まもなく到着ですね。600メートル先、目的地に到着しました。600メートル先、目的地に到着しました。なんかすごい未来的な感じでいいですね。
兵庫県赤穂市の佐古市港ですね、駐車場を車の方に停めまして、街の中を歩いていきます。すごく雰囲気のいい街並みなんですよね。なんとなくですけどね、どこか懐かしいような感じもしますし、こういう街並みを歩くのはですね、すごく好きですね。駐車場からほど近くにあるんですけども、ここがですね、今回の目的地天満線というお店になります。で、天満線で食べることができるのがですね、天満焼きということで、まあこれだけではないんですけどもね、今日の目的は天満焼きを食べるということです。瓶ジュースを見ると懐かしくてついつい買ってしまうんですけども、このファイトというやつは初めて見ましたね。そしてこれは地元のサイダーですかね、炭酸きつめのですね、懐かしい味という感じです。これも美味しかったですけどね。で、このファイトというやつがですね、ミルクセーキってなってたんですけども、飲んでみるとですね、マミーに近い味っていう感じでした。懐かしい味ですね。これも瓶ジュースを飲んでいたら天満焼きがやってきまして、右の方がかき醤油、そして左の方がですね、塩ポン酢という感じで、違う味を楽しむことにしました。しっかりと牡蠣が入っていますので、佐古市の牡蠣の味を楽しむことができます。先日食べた牡蠣フライとはまた違った味でですね、これはこれでやっぱり美味しいですよね。こうやってファストフード感覚で楽しめるのはですね、すごくいいですね。もう一つの方は味が違います。塩ポン酢ですね。これはですね、味を変えるとびっくりするぐらい牡蠣の印象が変わります。これほど変わるものかと思いました。違う味をシェアするのもいいですし、一人でも食べれなくはないですね。この2つ、天満焼きでお腹を満たした後は佐古市の散歩を少ししてみます。雑貨屋さんとかカフェみたいなのがところどころにありますけど、どこに行ってもやっぱり雰囲気がすごくいいですよね。昔はここに門が建っていたということで、その跡が残っていますね。まあ、こうやって街のこういうところをですね、少し覗いてみると、なんかまた表通りだけ見るのとは違った雰囲気を楽しむことができますよね。こういう感じの街の雰囲気はどこか落ち着きますよね。では佐古市港を後にして岡山県の牛窓の方に行ってみようと思います。iPhone ナビは最速ルートを案内してくれてるんですけど、せっかくなので海沿いの道を走っていこうと思います。早く行くんだったらこっちの方を曲がれと言ってくれてるんですけども、もうこの時間になったらですね、早かろうが遅かろうが、まあそんな変わんないだろうっていうことで、ちょっと遠回りをしてですね、ドライブをしてきます。しばらく海沿いの道は走っているんですけども、どうもですね、左に木があってですね、海の景色は見えない道がずっと続いていく感じですね。まあでも街中の道を走るよりかは、こういう道を走る方がドライブしてては楽しいので、まあこれはこれでいいんですけどね。とかなんとか言ってたらですね、左の方が少し開けてきて海が見えています。まあすぐ森になっちゃいますけどね。兵庫県との県境を越えて、ここからが岡山になります。しばらく走ってきて岡山ブルーラインの方へとやってきました。このままですね、牛窓まで一気に走っていきます。岡山ブルーラインの中でですね、この橋を渡る時が一番綺麗だなと僕は個人的に思っています。両側にですね、海が広がってすごくいい景色です。岡山ブルーラインは一本松インターチェンジで降りて、そして牛窓の方へと向かっていきます。
岡山ブルーラインから牛窓の方へと降りていくときはぐねぐねとした坂道が続いていきますが、こういう道はですねミニバンオデッセイの強いところです。スイスイと走っていきます。やっぱりですねミニバンの中でも走りのいいオデッセイはこういう道はですねすごく走りやすくていいですね。牛窓のオリーブロードまでやってきました。ちょうどこの左手の山の上の方にオリーブ園がありますので、このままですね山の方を登っていきます。山というか丘と言った方がいいのかもしれないですけどね、そちらを登っていきます。ここを登っていけばですねオリーブ園はすぐ近くです。でオリーブ園の近くにですねコピオっていうジェラート屋さんがあるんですけど、そこのジェラートがですねめちゃくちゃ美味しいんですよね。ですのでそこのジェラートを食べるのが楽しみです。牛窓の景色もですねすごく綺麗です。上から見ることができるのがですねすごく楽しみですね。オリーブ園のすぐ近くに来たらもう渋滞です。ちょうどここの右手の方にコピオっていうジェラート屋さんがあるんですけど、これはしばらく動きそうにない感じです。待っている車はお店の駐車待ちっていう感じだったので、もう仕方がないのでオリーブ園の方に先に行ってしまって、そこに車を置いて、まあ、歩いて降りてきてもいいかと思いですね先にオリーブ園の方に向かうことにしました。この先はそんなに混雑してそうにないですしね。そしてオリーブ園の駐車場に来たんですけども、はい、アウト。残念ながら1台も止めるスペースがありませんでした。せっかくここまで来たんですが諦めて帰ることにします。牛窓がこんなに人気だということを知らなくってもう本当にやらかしちゃいました。まあ、残念ですけどねもう人混みの中にいるっていうのはちょっと避けたいのでもう帰ることにします。どこに寄らずに帰るのももったいないなということで一本松展望園の方に寄ってみることにしました。まあ、ここでアイスクリームでも買おうかなとそういう感じです。めちゃくちゃ人多かったです。牛窓でジェラートを食べるつもりだったんですけど無理だったのでこれですよね白バラソフトクリームで我慢します。人が多い中待ってですねそこまでしてジェラートを食べるっていうのがですね今の時期はちょっとなーっていう感じがしたのでもうサクッと買えることにしてですねどこでも買えるようなこんな感じのソフトクリームを食べて買えることにしました。ということで今回の一番の目的天満線で天満焼きを食べるというのはですね達成できましたのでそれは OK だったんですけども、そのついでにですねせっかく牛窓まで来たんですけども思った以上の混雑でですねジェラートが食べられなかったのはちょっと残念でしたね。まあ、コピオのジェラート本当に美味しいのでまた改めてですね来ることにします。高速道路を使ったらですねあーこーそしてこの牛窓までもそこまで時間がかからないので半日ぐらいのドライブにはちょうどいい距離でした。この後はですねこのブルーラインを走った後に高速道路に乗って帰りました。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。